これぐらいか、新たに生成されたのは。ちょっとバラ後回しになっちゃうんですけど、先にこのクラックってやつを見てみましょうか。さっきのイベントだったりするのか。うわ、違う。ん？フォール。あ、フォールって入れればいいのね。オッケー、オッケー。わかるわかる。そう、最初にこういう感じのが来るのかなって思ってたんですよ。うん。じゃあ何にも来ないから。フォール。はい。フォール。アフライト。恐怖ね。ガール。シー。カーミング。スペースは入力できないのか。in the head girl help。 これはどうしたいのこれどうしたいの。え、これイコール、イコール、ん、これはどうしたいんだ、どうしたいんだ、これどうする、これどうやったらこの文字入力できる、シフトを押して、これどうすりゃいいどうすりゃいい。あ、なんかいらんの押しちゃったな、今。いらんの押しちゃったな。これ入力無理じゃないこれ。環境依存文字とかじゃないのこれ。できねえ、できねえ、できねえ。ん？および現在、そして私が話し自由に設定、これ、入れれるかな？および。無理か、無理か。および。これ無理か、もう普通に進めていくしかねえか。エンター。バック。ん？いや、でも進まんな。なんか適当に打ったら、適当に打ったら勝手に進んでいく、この辺は。TTTTT。た、あ、なんか、なんでもいいっぽい。なんでもいいっぽい。N、N 打っとこう、適当に。あ、ちょっとよくわかんねえまま進めちゃいましたけど。あ、ん、ありがとうって出た。フリーズして。待って待って。ありがとうって出てる。え、これ塩？塩バグ？このフリーズは。え、これも演出？フリーズ込みで演出？すごくね。いや、演出のような気がする、これは。あ、こっち、あ、クリックできないか。あ、もう完全にフリーズしてる。すげえ。多分演出だよな。なんか、直感的にそう感じるけど。え、じゃあ、閉じてみますか。ちょっとプログラムの終了ってやつを押さなかったせいでゲーム閉じるの若干苦戦してしまったんですけど、タスクマネージャーを起動しようにもフルスクリーンでやっちゃってたんで。で、どうもこれログ3っていうのが生成されてますね。1月25日、0時1分。恥ずかしい。彼女はきっともう私たちのことさえ覚えていないのでしょう。この場所は彼女にとってはもうただの残、のようなもの。私たちは失敗した。あ、これテキストドキュメントだか、こうして、こうすりゃいいか。残死ね、残死ね。私たちは失敗した。もうここは現実と呼ぶ、現実と呼べる場所ではない。現実と呼べるのはもう彼女それだけなのです。ならば、私たちがすべきことは彼女に近づくことだけです。はぁ、あ。彼女に近づいてはいけないみたいな、干渉してはいけないみたいなことを言っていたけど、もうそうするしかないと。よくわかりませんが、ちょっともう一回起動したら何か起きるかな。お、お、お。これミーリアさん？いや、ロシア語だ。お元気？私は元気。君に会えて私はとても嬉しいよ。ミーリアさんっぽいな。ミーリアさんこういう口調なんだ。ああ、なるほど。君のこと、なんて呼べばいいかな。タッタでお願いします。アカウント名、PC 名、やめて、それをやめて。それやめて。それがダメだから、コンソールの画面でモザイクかけてたのよ。あ、冗談さ。あ、ありがとうございます。メイリッキと呼ばせてもらおう。あれ、なんか、ちょくちょく出てたユーザーネームってやつですね。カタカナさ、私なりの配慮だ。配慮だよ。優しい。思慮深い女性は好きですよ。ローカルディレクトリにアカウントの設定ファイルがあるだろう。アカウントの設定ファイル、そんなあったっけ、そんなあったっけ。あれはなくさないでほしいな。面倒なんだ、なくなったらさ。さて、いつも君を見ていた。いつから？君が私を認識した時から。あら、なんかちょっとキュンとしちゃうわ。混乱したよね。
だいぶとね、だいぶと混乱してます。今でもナウでも混乱しております。当然したとも、あえて崩した文章を使用し、常に不明瞭な情報を与えていたのがか。あーってことはあれか、なんかその翻訳最適化のためにこういう文章に片言にしてんのかなみたいなこと言っちゃいましたけど、パート1だかパート2だか、だいぶ初期の頃あえてそうしてたっていうことか。それでもここまで来てくれたことは、嬉しく思う。だいぶ大変な道のりでしたけどね。きっと君は知りたいはずだ。私、つまりミイリアとは何なのか。うん、やっぱりあなたがミイリアさんでいいのね。めちゃくちゃ知りたいです。私に対して好奇心を抱いている。うん、私のことを知りたがってる。もう恋のようなものですね。私を認識しようとしている。それはとても喜ばしいことだ。だからね、少し話をしようじゃないか。ありがとう。君に私の話を聞いてもらいたいんだ。かつて私が喫茶店でそうしたように。はあ、でも待って、これタッタさんも死ぬフラグ、これやってしてタッタさんをなんか紅茶飲んでなんかよくわからんくなって、なんか音が聞こえる、地下室から音が聞こえるってなって殺されるフラグですか、これは同じことが自分の身にも起きる。君に私のことを理解してもらいたいんだ。それだけだよ。それ以外に目的はない。さて、何から話そうか。ちなみにこれ、コンソール、開けるな。開けるな。あ、なんかクリアしようとしちゃった。危ね危ね。スクロールしましょうか。あー、まあでもこの辺は、普通に表示されたままっていう感じだな。うん。プログレスなんぼとか、あ、一応、ミーリアトークスタートって書いてるな。ミーリアトークスタートって書いてる。うん。さて、何から話そうか。こんな物語知ってるかね。今一瞬曲がったからびっくりした。操作待ちかと思った。はい。森の中に誰も住んでない小さな家があった。そこに二人の少女が居座っていた。彼女らは、家に誰もいないことをいいことに、そこを喫茶店と呼んで遊んでいたんだ。はあ、まあ一応廃浴説、自分の中でその喫茶店っていうのは廃浴説っていうのはちょっとかすっていたというか、ニアピンだったっていうことだな。うん、誰もいない家だったんだ。家っていうところまでは分かんなかったけど。紅茶を飲みながら他愛もない会話を楽しんでいた。片方の少女には悩みがあった。それは現実感の欠如。あー、それはもうなんかミーリアさんがどうこういう以前からあったっていうことかな。目の前の現実が全て曖昧なものに感じられ、現実であるという認識ができないんだ。うんうん、なんかそういう病気も聞いたことありますね。うん、彼女は自分が現実に存在しているという実感がなかった。その空虚な苦しみを癒してくれるのが友達との会話だった。向かい合って友達と話をし、認識されることでわずかながらも現実感を得ることができたんだ。しかし日を追うごとに彼女の現実への飢えは、耐え難いものになっていく。友達の交流は飢えに伴い過激なものになっていた。うん、ある日、彼女はその友達を誤って殺してしまった。はあはあはあ、だいぶと過激ですね。それでも彼女にはその現実感がない。うん。彼女はまた新しく友達を作った。そしてまた殺してしまうんだ。うん。その繰り返しのうち、彼女はついに殺されてしまった。しかし死の間際に彼女はある能力を発言した。それは現実を改変する能力。すげえな。ユーハバッハみたいな。ユーハバッハみたいな。彼女は友達と入れ替わり生き返った。はあはあ、いや死んですらいなかったんだ。うん、友達と入れ替わりっていうのは多分感情というか認識が伝染していったっていうことなのかな。うん、その彼女っていうのがミーリアさん、いや逆か、ミーリアさんの友達がここで言う彼女っていうことかな。だって今までのメッセージでも、メッセージというか、うん、証言とかでも、ああミーリア、ああミーリアってミーリアさんに対して三人称視点みたいな、そんな感じだったんで。どうかな。彼女は現実を認識できなかった理由はそこにあった。彼女が現実を認識できなかった理由はそこにあった。彼女の現実は彼女自身の能力により不安定な状態だったんだ。うん。それを理解した彼女はより多くの友達を作った。でもこの言い方ってことは、その友達自体存在しない？イマージナリーフレンドっていうこと？どっちとも捉えられるんですよね、今のところ。多くの少女たちの認識を支配した彼女の現実は、より強固なものとなっていた。でもなんか証言者が多かった、複数人いて、みんな同じ証言をしていたっていう事実から考えると、
ここで言う友達っていうのは実在する人間でいいのかな、うん、実在する人間だけど、その人たちになんか感情や認識やらが伝染していってるっていうことでいいのかな。少女たちはもはや彼女しか認識できなくなったんだ。うん。歪められた少女たちの現実はそれ自体が媒介となり、少女たちに接触した人々の現実にも異変が生じた。ほうほうほう。もはや自発的に力を使わずとも、人々の認識は彼女に汚染されていった。スータの、人間の認識を犠牲にして、彼女はようやく現実となったんだ。はあ、だけど、それは間違いだった。彼女の現実が極限まで高まったとき、あることが起きた。それは第4の壁の崩壊。第4の壁の崩壊。第4の壁。それは役者と観客を隔てる舞台の壁。舞台用語なのかな。この世界は現実ではなかったんだ。彼女はそれに気づいてしまった。ほう。おおよそこのような物語だ。まあでも、うん、今まで感じていた予想というか、うん、それと大きく外れた部分はなかったかな。うん、なんとなくそうなんだろうなっていう感じですね。恐ろしい話だね。まあでも今この話をミーリアさんが他人事のように話しているけど、その彼女っていうのがミーリアさんなのかどうなのかっていうのはまだ、うん、裏は取れてない状態ですけどね。今私たちが認識している世界が正常なものではなかったとしたら、今私たちがいるこの世界が現実ではなかったとしたら、うんうん、イデア論みたいなね、哲学的ですね。この物語を聞いたとき、私はそのようなことを考えていたし、この物語はそれの恐ろしさを示唆しているものだと思った。うん、まあでもこの物語を聞いたときって言ってるってことは、うん、当事者ではないのか、ミーリアさん自身は。私は夢を見た。いや、正確には夢ではないと思うが。寝ているとき、私は急に目が覚めたんだ。体が動かなくなった。目も開けられないんだ。すぐにただの金縛りだと分かったよ、うん。思うように体が動かないその不快感の中で、私は部屋の中に何かの気配を感じた。その気配は寝ている私の横に立ったまま動かなかった。興味を持った私はその気配の正体を確かめてみたくなった。勇気があるな。だんだんと少しずつ体に力が入るのが分かった。力を込めて目を見開いたんだ。そこには彼女がいた。彼女が私の顔を見下ろして引きつったような笑みを浮かべていた。顔は見えなかった。それでも私はそれを彼女だとそう認識した。うん、その時ようやく私はあの物語の真意を理解した。彼女は確かに存在していない。けれども存在しない彼女という存在は私の中にもう存在してしまったんだ。ってことは、察するにその物語を聞いた人に伝染していくっていうことなのかな。その彼女、その彼女のね、さっきの物語を聞いた人の中にその彼女っていう認識が生まれて、その途端自分の認識の中に彼女っていう存在が生まれるみたいな、それによって伝染していくみたいな。そしてその性質は物語の中の彼女そのものだ。うん、分かっている。 あれは私の脳内で作り出したただの映像だけれども、非現実というのは時にたやすく現実を超えてしまう。人の認識は脆いものだ。いつそれが起こるかわからないね。まあそんなことは考えても仕方がない。さあ次は何を話そうか。おお、手足が肥大する感覚。なんか読み込んでんのかななんか読み込んでるような気がするな。あー、やっぱり読み込んでるあの謎の間、謎の間の間、さあ次は何を話そうかの後、謎の間で何かブランチ的なものを読み込んでるような気がしたんですけど、やっぱその通りだな。ミーリャトーク2ってことは、さっきのがミーリャトーク1っていうことなのかな。トーク0だった、さっきの。トーク1はスキップしてんのか。ほう、これがいくつかあるっていうことなんでしょうか。手足が肥大する感覚。部屋が異常に広く、または狭く感じる感覚。私の体が私のものではないような感覚。自分の体の大きさ、手の長さ、位置、それが自分の視界に映っているものとどうしても合わない。うん、なんかそんなメッセージもありましたね。うん、そう、何かがずれてしまったような感覚。自分の体の形がわからなくなる感覚。君はそういう経験をしたことがあるかな。いや、ないかも。不思議の国のアリス症候群と呼ばれる。それ実在するのが実際にあるのかな。変な名前だね。
とても気持ちの悪い感覚な反面、人間の感覚というものが意外に、いかに曖昧で脆いものなのか、脆いものなのかが分かるような気がして、ほんの少し楽しいような気もするんだ。目を閉じて自分の体の大きさや距離が曖昧になっていく中、腕だけが、頭だけが、足だけがひたすらに大きく遠くなって、もはや自分のものではない、何か巨大なものが私の体、その周りを取り囲んで意識が暴走していくような、なんかトリップしてる感じがあるな。目を開けば視界という現実的な情報が脳に入り、肥大化したそれらは、全て私の妄想だということがわかる、でもそこで私が目を開けることを止めて、目を開けることをやめて、いつまでもその異常な感覚を、享受し、私の中で現実感が視界や感触などその他の感覚より上回ってしまったとき、私から見た世界はどうなってしまうのだろうね。なんか肥大する感覚は経験したことないけど、なんかそれに近いような感覚なのかな。なんか重力感覚がよくわかんなくなるっていう体験は、結構したことある。自分が天井に張り付いてるみたいな、そんな感覚に陥ったりとか、ね、何が言いたいかって、つまりね、非現実の感覚が現実の感覚を超えること、それは少なからずも私の体の中で起きている。だからその彼女の存在が現実味を帯びすぎるみたいなことなのかな。現実性がもろすぎる、曖昧すぎるみたいな、現実と非現実の境界が、その境目を理解しているけど、いつの日か理解できなくなってしまったら、その時が来るの、その時が来るのか、そんなことを考えても仕方がないね。次の話をしようか。